ギネスワールドレコーズが22日、フィギュアスケートの羽生結弦、アナ、が持つ3つの記録が、ギネス世界記録に認定されたと発表した。対象になったのは、男子フィギュアスケート、ショートプログラム SP における最高得点。男子フィギュアスケート、フリースケーティング、フリーにおける最高得点。男子フィギュアスケート、トータルスコアにおける最高得点の3つ。羽生のそれぞれの記録は、いずれも15年12月にスペイン、バルセロナで行われたグランプリファイナルでのもの。SP が110.95点、フリーが219.48点、トータルスコアは330.43点。今回認定された記録は、9月に発売予定の、ギネス世界記録2017、日本語版、角川スキー総合研究所発行に掲載される予定だ。羽生は、本当に嬉しく思う。ギネスというのは、常に更新し続けなければならない、更新するための情熱のもとのような認定だと思う。自分自身もこれからもどんどん、進化していってさらに自分の記録に挑戦し続け、更新を目指していきたい、と喜びのコメントを残した。